はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションクロスレイズ、今回からですね、ちょっとまあ前回あのユニットのレベルだけ上がるっていうことで、このフェニックスだけ2体装備をジャンクパーツ外して現状維持をつけたんですけれども、キャラクター一応全員分の現状維持が溜まったので、キャラクターに全員現状維持をつけました。でジャンクパーツは全機体外してあるんで、でこっからちょっと機体の開発だけ解禁していこうかなと思います。で戦艦にはつけてないんで、戦艦には相変わらずジャンクパーツをつけてます。だからこの人たちのレベルは上がりませんというところですね。であとシチュエーションツアーなんですけど、鉄血のオルフェンズが1回ここで区切りがついたのかな、話的にいて月光がなんか続きかなって思ってたんだけど、なんかちょっと見てみたら外転っぽい感じなんで、ちょっと月光の方も進めていこうかなと思います。なので今回は鉄血のオルフェンズ月光のステージ1やっていきます。仇の名はガンダム。人類に甚大な被害をもたらした厄災戦から300年、地球では治安維持組織ギャラルホルンの庇護の4つの巨大経済圏が発展を遂げ、安定した時代を迎えていた。だが数百年にわたり維持されてきた変化なき社会はギャラルホルンをその内部から腐敗させ、経済圏との癒着や政治介入などさまざまな問題を噴出。平和を維持する武力も権力を維持する暴力装置へと変わり果て、人々の不幸も時に闇に葬られ、あるいは簡単に見捨てられた。そう、あの事件も例外ではないだろう。管制室 N323 便聞こえますか？ N323 便応答願います。こちらアバランチマン。父さん、母さん、リナ。ポストディザスター318、複合企業タント店舗の庭であるアバランチ中域にて宇宙シャトルが航路上にて全壊する事故が発生。その原因は月日が経った今も決して明かされることなく、唯一の生存者となったアルジ・ミラージは孤児として泥水をすするような生活を強いられてきた。そして彼はやがて暗殺をも請け負う傭兵業に従事していく。その目的は自分から全てを奪った存在への復讐を果たすため、鋭い相棒を持つ異形の機体に家族の仇を取るためである。時にポストディザスター323、戦いの神の眠る火星にて小さな反逆の火が灯り始めた時代。これは厄災戦の遺物ガンダムフレームに導かれたもう一つのオルフェンズの物語である。その名はガンダム。
テッド・モルガト、通称ダディ・テッド。表向きは大企業担当店舗を束ねて月を中心とした定期航路を管理する実業家。地球までの足を独占しているとあっちゃ恨みも買うはずだが、それにしちゃ警備が甘すぎる。罠か。トリアイナ、トリアイナって何、機体の名前、トリアイナのパイロット一般兵だな。全然わからんない。ナノラミネートアーマーはやっぱ持ってんのか。まあ、ぶん殴っていくしかないよね。デモリッションナイフ、専用マニアゴナイフ。この帽子野郎が人前では帽子を脱ぎやがれ。こいつの名前さ、アルミラージにしか見えないんだけど、ドラクエの。
おしまいだ。仕留め。火力が全然違うな。機体性能はあっても200は超えてるんだ。そのくらいの時代なんだろうな。こうやって170しかない。なんか気取ってる割には弱いよな。じゃあこれで終わり。普通に終わったな。
まあ1話なんで敵も少ないでしょう。サクサクいっちゃいましょう。過剰戦力で。三歩かユハナ。三歩より先にユハナを撃破できるか。名前がわからん。ユハナを先に倒せるってことでしょう。女の方ね。あれ、相変わらずのあれはくっついてんのか。あ、くっついてんな。線しか当たんねえ。まあいい。フリーダムミーティアの力お見せしよう。7000は無理だな。ギリギリ500くらい残ってんな。もうデカすぎだよ本当に。これ開発リスト、あ、一応見れるっちゃ見れるんだ。アストライクノワールとかなんとなく作りたいな。楽しみが増えた。よし。あれ、フリーダムって次ミーティアはいらない。テスタメントガンダムってなんかどっかで見た気がするな。まあいいや。だエクシアだよ。エクシアを鍛えたいのですよ。リペアはいらない。7とかまで上げないとダメか。ダブローにするには。じゃあとりあえずガンランチャーの入るところで。もう正直ゲットゲージをそんなに気にする必要がなく、やっぱサクサクいきたいよね。サクサク。一応ライフル持ってんだ今回。お前よくも。別にこいつで倒せとは言われてないからね。キラームトレイ行っちゃおう。クスフィアスレール砲。あ、届かね。一歩行かないとダメか。防御されてる。クス、やっぱそういうことか。じゃあガンランチャーで一発当てて、食らって、でこれで一旦終わり。捕らえた。もう何なのよ。あ、妹なの。で、これは格闘か。1だしな、ちょっといらん。あれ、輸送船大丈夫これ。
まあ、とりあえずこの前のやつで撃破するか。シャトル狙われてんだけど大丈夫これ3000か。次で救出に行かないと。マジで落ちるな。カリスマ性か。特に欲しいってわけではない。戦艦連携でも、いやでもちょっとモビルスーツの経験値にしたいからな。行けデカブツフリーダム。ミサイルしかないからやることが。でちょっとエクシアのレベルを上げていきたいんだけど、ダメだこれは。どうせビーム効かないっしょ。ラミネーターも守ってるからな。じゃあフリーダムでいくか。一番安定だな。安定のフリー、あ6900、結構なヒットポイントがあるな。もともといくつ。1万3000もあんの。いやこれ絶対無理だよな。ライフルモード専用、防御されてるし、防御されてる段階でも倒せないっていうのが見えてるからね。あ、バルプトスもちょっと、あーヘビーアームズかありだな。アークエンジェルはな、足が遅いからな。アークエンジェルの方に貼り付けるか、移動力プラスで。ちょっとこっちら辺少し出していこうって言っても、ひっかりされた。やばないやばないこれ。結構ガンランチャーで防御されて、ヘビアムズも出そう前線に。いやめっちゃ防御されんやん。バルタトスだってどうなの。あ、射程入ってんな。でアスタロト、アスタロトどう。いけるいける、射程8とかすげえ。面倒な連中だ。そんな欲しいわけじゃないけど、機体性能がそれなりに高いからやっぱり溜まりは良くないな。でここら辺もうみんなビームだからな。ブルーフレームで行こう。ブルーフレームはタクティカルアームズがあるから火力はそれなりに出せる。とはいえ3発必要だよな。こいつのミサイルそんなに強くないかんね。あと爆発あるからか、4700は多分削りきれないと思うんだよな。デモリッションナイフ313だったらビーム兵器でも倒せるか。バーチェいけ1400 OK。 こいつ大丈夫かなんか。あでも結構シャトルヒットポイント高えじゃん。来ないし。スーパーソニックトランスポーターちょっと迂回しなきゃいけない。フリーダム、これさ、これ多分ここ攻撃できないんだよね。ミサイルも当たらないしな。使いづらすぎる。これもうマップがさ隕石やると全然動きが取れない。いやちょっと一発メイスでぶん殴って、まだ7000ヒットポイントだけは高いな。5000でフリーダム。まだレベル1か。先は長そうだ。でこい
は殴れるでしょ。でアスカルトも殴ってフリーダムで倒す。だいぶ無理ができんな。敵の数も少ないし。でユニットレベルアップ、そのまま所詮は海賊か。このまま倒しちゃおう。あれこいつ狙ってきた。バルバトスに恨みでもあるんかい。でデルホで終わり。でアビリティなんだ。反射神経。引退とかってなんかいらなそうな気がするんだけどな。レベルが高いからな。全然金が入らん。エネルギータンクに80は結構でかいな。という感じで、ただ誰もまだ上げられないよね。開発はできない。ここから先気になるな。レベル2、ここで一応レベル見れるのか。エクシアもレベル2、リペアにしかできない。リペアはさすがにいらないからな。4、3、変わんないな。というところで、まあ1ステージ目はねだいぶ早く終わるんで、まあ、月光の方を、進めていきたいと思います。というところで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。